ないでくださいね、ネタバレはね。やめてくださいね。他のプレイをしたらね、もしかしたらわかるかもしれませんからね。リー、ちょっと話が。どうしよう。え、もしかして、母ちゃん、やっぱ噛まれてたんじゃない、さっき。ちょっと待って、大丈夫かい。まずはクレメンタイン。母ちゃんが話があるって。こっちで話がしたいの。ちょっと待って、さっきね、母ちゃん、少しちょっと噛まれそうになったんですよ。で、私、救おうとしたんですけど、え、どっちなんだろう。行くしかないよね。What's up? どうしたんだ。監督にさんは具合をされてた。ダックの具合は。ああ、展開やばい。うっそ。噛まれてる。まさかクソ。噛まれたんだ。噛まれてる。そんな。どうしよう。どうするんだ。噛まれた以上このままにはできないぞ。噛まれてる。つきっきりでできる限りの手当てはしてみるわ。計画通りこのまま東へ向かおう。だが好きにさせて、お願いだから。ラスアスの黒人兄弟に似てる。隠し事はなしだ。悪いけれどクレメンタインにはあなたから伝えて。どんどん減ってくね。マジか。監督は噛んでる。なんでや。ダック派優しくていいやつだったのに、最初本当そうですよね。いっぱいいたのに、話さないといけないんでしょ。あの時の遅かったからなのか、グレムをフォローしてあげて。わからない。モーテルから逃げるとき、ウォーカーにやられたんだ。そんな、かわいそう。カーリーは？もう戻れない。ところに行ったんだよ。頭を撃たれたから助からないの？そうだ。ひどい話だ。本当ね。あ、ケニーじゃなくてカーリーでした。すいませんでした。ねえ、ほんとそうですよね。ああ、そうですね。あ、べ、延長してない、延長してない、延長してない、くない？やばいやばい、やばいやばい、弟は一度死にかけたことがあったんだ。やばいやばい、ちょっと待ってよ。話が全然入ってこないけど、行く。危なかった。危なかった。教えてくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょ、今どういう話だった？ちょっと。今、ちょっと待って。皆さん、今、何が何でもない？いつだったか。じゃ、弟が死にかけたことが一度あったみたいな話をして。で、その後、相手は何て言ったの？クレメンタイは何て言ったの？延長するのありがとうございます。延長のありがとうございます。その後クレメンタイ何か言って、話そう。いつだったかで行こう。まあとりあえず話を聞こう。あ、そうね、了解。私の名ね、いつだったか不良たちから嫌がらせをされてな。バイクで走ってたらトラックから物をぶつけられたり罵られたりしたんだ。弟もやんちゃだったから追いかけていってトラックの荷台に飛び移り連中に殴りかかったんだ。弟もやんちゃだったから、あ、また同じこと言っちゃった。全員やっつけたんだけどな。ちょうどその時トラックが木の下を通ってね、枝が顔を直撃して荷台から吹っ飛ばされたんだ。すごい展開ですね。本当そうですよね。こんなことやるやついませんから、日本じゃね。それでも死ななかったんだから、ダックもきっと助かるさ。何の表現だろうこれ。ダックの足が動き出した。クレメンよせ。嘘。マジで。ちょっと待って。びっくりした。前方に何かあるぞ。あー、怖かった、びっくりした。いやー、よかった。何今の。やめてよ。
もう今完全にクレメンタインを姪っ子に重ねてるんですからね、私は。マジかよ。わかんない、途中からかな。こいつを何とかしないとな。わかんない。いや、あの、車の中での出来事だけ。びっくりした。いや、焦ったよ。本当に焦った。ねえ。あ、水道のところか。なんでこんな表現あるんだろうって言ってましたもんね、そういえばね。あ、何？列車をどけないといけない、これ。マジか。邪魔ですね、これ。海に今向かってるんですよね。確かね、ケニーっていうのが、あの、あちらの男性なんですけどね。帽子かぶった。あちらのケニーはね、もともとなんか漁師をされてたらしいんですよね。なので、まあ、その船をね、使えば海にね、逃げることができるんじゃないかみたいな話が出てましたね。無理だろうな。歩いてならできるだろうが、今はそんな、余地はない。ここは安全だ。やぶに囲まれてるから近づく者がいれば音でわかる。迂回はできないみたいですね。様子を見てこない？そうだな。みんなは休んでいてくれ。クレメ、ケニーたちと一緒にいるんだぞ。リー、ダックに何か飲ませたいから、食堂車が何かあったら飲み物を探してきてくれないかしら。貨物列車だぞ。気をつけろよ。なんだ、放棄された列車にも危険が潜んでるっていうのか。そいつは考えもしなかったな。いや、まあ一応その、ここは開けてるんで、自分たちの目の前に来るまでにはね、少しあの、なんていうんですかね、干渉地帯があるっていうかね、音でバレるっていうか、近づいてきたらね、多分そういう判断だと思います。ここでの安全警戒できるからね。開けてみました。中に入ってみましょう。水、これ水出てたよね、さっきね。ここは別に何もないのかな。なんかあるで。今なんか出たね。何今の。キャンピングカーでしょ。なんかあるよね、これ。これなんだろう。これ調べれないの。あ、なんか出た。コニなんとか出たね。コンソール、これだ。ちょっと見てみよう。なんだろう、これ。バナナジュース置いてありますね。別に何も調べられませんね。あ、鉛筆がある。持っていこう、鉛筆。これがなんか後々意味があったらいいですけどね。なんか意味もなく鉛筆とかありそうにないんで、もしかしたら何かに使えるのかもしれませんね。さて、じゃあ行きましょう。いろいろ細かく見て回ってよかったですね。貨物車のドアを開けるか、それともこちらの貨物車のドアを開けるか。なるほどね、いろいろ選択肢があるみたいですね。まあ、まずはちょっとおしゃべりしていいですかね、クレメンタインとね。いや、大丈夫かい。そうですね、列車の食堂車探せたらいいですけどね。貨物車なんで食堂があるか。だっけ、具合が悪そう。そうだな。うわ、でもまさかな、この二人には今話しかけない方が良さそうな気もするけど。見て回ってるが、今のところ成果なしだ。いいさ、ラジエーターを冷やさないとな。ハイタッチする？できたらいいけどね、無理っぽいよ、もう元気がないから。クレメンタインは何か言ったか？カリーやダックのことでクレメンタインが何か言ってなかったか？心配なんだ。何も。あの子は複雑ね。ああ、そうだな。気の毒なカーリー。一体なぜこんなことに。わからない。大丈夫？仲が良かったのに。そうですよ。一瞬恋が芽生えたのかと思いましたからね。大丈夫だ。心配いらない。そう。よそう。もうどうにもならないんだ。ラリーちゃんいたらうるさいだけですよ。うちの娘をなんで置いていったんだってね、ずっと怒りますよ、多分ね。ダックの具合は。もうダメっぽいですね。どうかしら。だるいのは大抵の病気の共通の症状だし、ああ、きっと体の防衛反応だな。そうね。もう
元気ないね。ダメだ、もうこの話人には話を聞いてもしょうがない。うん、よし、じゃあ行こう。ちょっとまずこっちはいけれないのね。了解。じゃあ行こう。で、話そう。君ならリリーをどうした？置いていったろうね。あんな風に誰かを殺すなんて。いろいろあったからな。でもあれはないよ。ついてきて後悔してないか？うん。本当か？もし一人だったらクラスのみんなみたいに森で死んでたよ。まだマシってことか？もちろんさ。これ犯人のことはもう追求しません、私はね。そういう、そこをやったらちょっとめんどくさい。あ、なにこれ、はしごがある。こっちから行ってみよう。これ食堂行く前にこっち行けるのかな？行けるそう、行けそう。あ、でもこれ探した、これ。あ、これ。これ、これ乗っていく感じだね、多分。確かになんか次回予告なんかで出てきてましたからね。まあでもここはまだ先っぽいですね。ちょっと待てよ。一回降りて。で、ちょっとまずは貨物の方行ってみましょう。なんかいる？いるかな？行ってみよう。とりあえず貨物車の方。うわぁ、開き方が。やばいやばい。開いてる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 。マジで勘弁してよ。おぉ！びっくりさせんなよこの野郎。どうやら選挙がいるみたいだなってことで。そうだね、もう出てった後だと思うということね。だといいんだが、こいつは最近使われたように見えるな。油断するなよということで。びっくりしました。もう音が相当、いやビビりますよ。あ、ペットボトルあった、ペットボトル。母ちゃんがダックに飲ませてやれるな。オッケー。あ、地図もあった。オーケー、これは結構いいものですね。この列車の線路図だな。どうやらこの線路は海に向かっているみたいだが、終点はサバナか。我々の目的地だな。なんとこれいけるんじゃない？すいませんでした。いやでも怖くなかった今の。いや私だったらもうほんと震え上がりますけどね。皆さんは結構余裕ということで。はあ、なんか今調べれたね。ここ？何？あ、向こうか。オッケー。じゃあもう調べれるもんないんで、こっちから一回出てみましょう。一回外をね、見渡してみましょう。逆側のね、あのドアから。なんかないかな。なんかありそうなスペースですけどね。あ、連結器が外せれるんだ。これ連結器、あ、なにこれ。車輪。あ、脱線してるんだ、後ろの車両は。なるほどね。じゃあ、私はまずここを連結器、連結ピン外そう。何かいい方法があるはずだ。あ、私一人の力じゃ無理なんだ。じゃあまずはしごを登ってみる。連結器ピンが抜けるのか。でもピンが抜けれなかったんだよね、さっきね。連結ピン無理だ、力が無理だな。何かいい方法があるはず。どうやるんだろう。ちょっと待ってね、このはしごも登りたいんだけどな。あ、こっちを外すのかな。クソ、壊れてる。なるほどね。普段はこのテコの原理かなんかで浮かすような作りなんですね、多分ね。よし、まあ一応これで全部し、飲み物、水見つけましたよ、さっきね。はい、ということで監督は、聞くもんでタバコ吸ってますさん、お帰りなさいませ。ちょ待ってね。いや相当困ってますよ。こっちから降りてみよう。開けてくれたんだね、ベンがね。あ、なんかある。金属板があるみたいね。めちゃくちゃだな。脱線してこうなっちゃったんでしょうね。もしかしたらここら辺に落ちてるものを全てなんか積んでたものなのかな。なんかありそうだけどな。はい、初見さんいらっしゃいませ。ということで922番さんいらっしゃいませ。ただいまですね、ウォーキングデッドの方ね、エピソード3の方、途中までやっております。今日は一応エピソード3をね、クリアするまで、放送もやっていこうと思っておりますんで、よろしくお願いします。女は帰るよ。何のこと言ってんの。あー、でもどうしようかな。じゃああと行けてないところは前だよね。前行ってみようか。
あの連結器の部分をまず直さないといけないってのと、あとはそのことをみんなに話さないといけませんよね。あ、3つ扉がある、4つある、マジか、5つある、どうしよう。これ出てくるんじゃない、奥から行く、いや手前から行くか、手前から行くか、分かった、手前から開けてみよう。いや迷う、いや迷いますよ、出そうっすよね。1個目どう、よし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 、1個目開けました。なんかボタンがあるね、スイッチがあるね、いっぱい。ちょっと待ってよ、いやちょっと待ってよ、2個目いくよ、2個目いくよ。まあスイッチがあった、スイッチがあった、1個目はね。2個目開けます。 OKOKOK、 あ、なんかついてる、なんかついてる、これだこれだ、スパナゲッツ、オッケー、これで連結器のところ開けれるかもしれない。いやいやですよ、ちょ、モンキーレンチもあるよ、なにこれ、入れ替えないといけない系なの、マジか、モンキーレンチ。こっちはなんだ、スパイクリムーバー、スパイクリムーバーって何、これっぽくね、スパナっぽくね、私は多分スパナだと思ったんですけどね、わかんないけど、これで多分わかんない、リムーバー、わからない。じゃあ最後4つ目、モンキーレンチがいいと思う、わかった、モンキーレンチね、了解、何もないなって感じですね、わかりました、了解です、 OK、 じゃああれもう一個あるね、まずこっちでスパナにしようか、じゃあよし、スパムはダメよ、あれ、ああいうの、これかな、スパイモンキーレンチ、これかな、 OK、 モンキーマジックが良いな、スパイクリムーバーは多分クリムキー全然関係ないということで、943番さんいらっしゃいませ、よし、じゃあ戻って、最後にゾンビか、いやわかんない、最後ここありますね、もう一個ね、もう一個あるんですよ、いやー怖い、ちょっと見るだけ見よう、中に何かあるかもしれない、うわ行きますよ、来たー、何もなかった、あーよかった、何もないのが一番幸せですからね、よし、じゃあ行こう、運転室、何、Shit. くそ、わらわら、あ、ゾンビになってるんじゃない、大丈夫か、ここにもいるな、ウォーカーだ、椅子に座ってやがれ、友達の弁当のおかず全部スパムだったな、どうしよう、ここ割って入ると音がしちゃうよ、ドラマと関係ありますか、音がしちゃうね、いやドラマとはね直接的な関係はねないんですけど、世界観がね一緒で、まあ一応なんかコミック版の、ウォーキングデッドのパラレルワールドっていう設定らしいですよ、行こう、和骨ってことね、ミキさんいらっしゃいますか、なかったことにする、行くよ、やるしかない、やれ、もう死んでたんじゃない、とりあえずどかしておこう、うん、どかそう、調べ、あれ、オッケーオッケー、一応これで大丈夫です、音はしてないんでね、大丈夫です、うわぁ、もうめげてるよこれ、乾ききってる、多分、ああ家族の写真が貼ってある、蘇らなかったんだ、そうみたいですね、ぶつかった衝撃で頭を破損してしまったんですね、点滅してるな、押そう、押すのか、ダメかい、本気なのか、ほら押してみよう、押すなよベーン、あ、なんだなんだ、あ、なんだ起動しただけか、ただのブレーキが、意外とだんだんだな、動くのかってことで、ベンにはね、さっきから焦らされてますよ、こいつは驚いたな、どうやって走らせるんだって、ここ、さあな、そこの運転手にでも聞いてくれ、押すなよ、絶対に押すなよ、貨物車でこれを見つけたんだ、路線図ってわけか、多分な、サバナまで一直線じゃないか、何度も楽しいな、これならウォーカーの群れがいようと全くお構いなしだぜ、つってますね、ちょっとビビっちゃいました、すいません、嘘みたいだなって、隣人のイライラ旅が10上がった、
こいつの動かし方を調べよう。線路が切れていければいいか。きっと動かせるって。難しくないさ。何とも言えんが、やってみよう。その息だ。ベン、悪いが他のみんなを見ててくれないか。俺はここでいろいろ試してみる。あ、ベン、なんか寂しそうな顔してたな。本当になんとかなりそうだ。ちょっと待てよ。写真見よう。この車掌さんでしょうね。運転手の方の写真でしょうね。地図入れ。地図だな。そう、あ、なんか、わ、なんでなんでしょうね。あ、これ、この、電車自体はね、貨物列車なんですね。うん。あ、この辺りに住んでた人は確かにね、なんで移動しなかったの。これだ、エンジンを始動させるための手順が書いてあるぞ。花ほじということで、いつも花ほじ田舎のご来場ありがとうございます。973番さんいらっしゃいませ。下の紙にうっすらと写ってる。きっと引きこもりだったんだよ。ザタッチ写ってた？メモ。これで多分浮かび上がらせるんじゃないかな。シュ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 ってやって。ね。使ってよかった。読めそうか。あ、手順通りにすればエンジンを動かせるはずだ。よかったよかった。よっしゃーっていう。何これ、みんなこれ覚えて、暗記して、暗記して、皆さんこれ暗記してください。皆さん、エンジンスタートアップ、何6、スクリーンショット、やばい、これ拒否、カシャ、わらわら、6599、6599、違う違う、6599なんだけど、その下の図も暗記して。鉛筆、私も書くじゃん。いや無理無理、私の脳の容量じゃ無理。紙に書こう。紙紙。わらわら。瞬間記憶能力を持っている私が来ましたよ。いつものメモ。ありがとうございます。ちょっと待てよ。やばい。下上上上下上。これ英語の論文だけど、まあ、いっか、書くか上から。よし、行くぞ。これ覚えておかないと。六。下。下。これ書いてよかったやつ、これ書いてよかったやつ、あ、書いていいやつだ、書いていいやつ、よかったよかった、書いていいやつでした。よし、じゃあ上にして、違うよ、私これあのただ単に読むためにあのネットからもらって落としたやつをコピっただけなの。論文書いてないよ。わらわら俺です。よいしょ、こっちで仕事上ね、論文読まないといけないんですよ。で、こっちやって OK、 まず6ね、6の行は書いたよ、私ね。ちょっと待ってくださいね。で、スイッチを横立て、うん、読んでるふりかな。で、丸があって、これをこうする。で、9。で、こっちにする。OK、OK。よし、準備万端。よし。よし、いいよ。書きました。皆さん、お待たせしました。行きましょう。で、でもね、多分起動させただけじゃダメなんですよね。腐った昼食がある。いや、そんなことになったら本当にやばいんでね、ダメですけどね。よし、で、あとは、あ、これだ。これをやるしかないんだ、私が。やろう。やりますよ。6が、下、下、上、上。ダメダメ、食べれないよ。下、下、上、上。そうね、そういうこと時々あるね。ランチボックスってやっぱ向こうじゃ、その、昼食用なんじゃないですか。で、で、こうかな。6。やりやがった。なんだか知らんがランプがついたぞ。幸先いいぞって言ってますよ。そして彼は推しになったのだとかなんかったことにする。まあでは6。で次は、なんか一瞬壊れたのかと思ってちょっとびっくりしたけど。で、いやはーっつってね。こっちか。OK。よし、いいぞ、いいぞっつってますね。そういうことになったら怖いけどね。で、あとは、9ってある。9。インド人を右に爆発するぞ。インド人いないよ。どこの、
インド人とかがこれの映画、映画とかドラマとかに出てきたら相当愉快になってると思いますからね。ちょ待って、Q ってどこ？皆さんインド映画とか見たことあります？私はインド映画少しだけ、なんか家の近くにね、あのタイ料理屋があるんで、インドのね、あの映画をよくなんかその、そうそうそう、あれ面白いですよね、結構ね。なんでここで、そうそうそう、あれな、あれなんで踊るんですかね、よくわかんないですけど。タイのね、料理屋さんに行ったらね、インドのね、曲が流れてて、で、時々なんか、インドの DVD みたいなやつが流れるんですけど、それ見てちょっと時々笑ってますけどね。インド人の動画作ってる。でもタイの人、キレッキレの踊りだよね。笑。キューどこだろうね。そうそうそう。一番最初のキューどこだろうね。わかんないね。まあ、あそこの電源もつけないといけないかもしれない。いやなんで私がそのインドの料理店、タイの料理店に行って、ね、インドの BGM に合わせてダンスボタンを、そうあそこ押さないといけないかもね。ちょっと待って、その前に後ろ行きたい、後ろ行きたい。いやでもいいんじゃないですか、ヒゲピザのおっさん。あ、そうだ、本当だ、水渡そう。じゃあ先に、もしかしたらこの水をあげるかあげないかでね、タッグが死ぬか死なないかが決まるかもしれませんので、ね、それ面白いですけどね。いきなりね、なんかちょっとトイレ行ってくるとか言ってね、なんか頭に巻いてね、で腕にも何か紐みたいなの巻いてね、料理まだかなってやり始めて面白いですけどね。でもやっぱああいう雰囲気っていいですよね。ああいうね、信じられているため感情表現として踊っています。デデン、あ、そうなんだ、真面目に答えてくれました。やめて、思い出しちゃった、水があったってことで、ありがとう、助かるわって言って、ね、ま、この子蜂アレルギーなの。蜂、そのことばかり考えてんの意味ないのにね。そうだな、本当変だわ、こんな無意味なこと。そうですね、そうなんですよ。ちょっとね、タッグ噛まれちゃったんですよね、ゾンビにね。ちょ、ベンさっき落ち込んでたみたいですからね。生き残りの気配はゼロだね。声が大きい、子供たちが、怯えるだろうって言ってましたね。インドこれからの国だよね。私は全然なんかインドのこと詳しくなってもいいと思いますよ、皆さんね。ご飯食べていきますということでね、食べてらっしゃいませ。いってらっしゃいます。国道わらわら。いや、それ言っちゃダメ。ちょっと思うけどね。ちょっと思うけどね。うん、ということで、風こじらせてました。和骨です。ということで、芹沢葉月さん、いらっしゃいませ。さて、やってみましょう。皆さんでね、考えついたこのスパナーですか、モンキーなんとかとかやつで、なんとかね、ここ、連結器外すことできるんでしょうか。やってみましょう。いけ。動かない。緩めれば、緩めれば抜けそう。緩めればって書いてあるよ。ちょっと。違うじゃん。緩めないと。スパナの方？どっちかな？で、モンキーなんとかなんとかってもう一個あったよ、なんか。何のこと？よくわかんないけど、皆さん、あんまりお怒りにならないでください。ね、そうそうそう、インドといえば右手でご飯食べますよね。あのナンが出るカレー料理美味しいですよね。私は大好きですよね。スパナどれだったっけ、ここだったっけ。それスラムダンクね、全然関係ない。あ、しょしょ、どっちだったっけ。どっちかな、釘抜きは関係ないよね。じゃあこっちかな、まずこっち持っていこう。いやいや、ダメダメ、あれはまだ。はい。誰ですか今、左利きの私が通りますよって言った人。ナイスコメントですね。グリーンカード、申請差し上げましょう。うん、おめでとうございます。いや、いいんですよ。インドの人は。そうなの？やったまあいいでしょう、行きましょう。ちょっと待ってくださいね、すいません。ちょっと皆さんね、今ちょっといろいろ複雑なことをしてるんで、おい錆びてるから抜くには相当な力が必要だ。ちょ、まあ行こう。ちょっと待ってよ、なんか違ったじゃん、やっぱ違うじゃん。なんてこと言うんだ。ちょ、そうそう、牛は神聖な動物、よく知ってますね。皆さん
インドのこと興味あるんですね。じゃあちょっと今度インドに関係するようなゲームやりましょうか。すいませんでした。なんか皆さんの指示に従ったつもりだったんですよね。はい、和骨ってことで萩さんいらっしゃいませ。インディ500、それ関係ないでしょ。多分レースゲームかなんかじゃない、それ。カレー大好き、私もカレー好きですけどね。よし、で、あー、もう時間だ、もう一枠延長だ。今日はなんか時間がすごい過ぎるのが早いですね。30分延長しました。主人公、なんで1個ずつしか持ってこれないんですか。イスラムの人も、いや、私も聞きたいよそれ。カラオケね、で豚丼食ってるぞ。ありがとうございます、園長さんね。よし。ボリウッドワナビーってのがいいんですね。あれ、インドなのかな。はい、ということで、音速マクツってことで、LG さんいらっしゃいませ。みんなは何カレーが好きですか。みんなは何カレーが好きなんですか。うっそ、なんで。私取ってきたよね、取ってきたよね。インドカレーも美味しい。あれ、カレーより日本ホッケかな。なんでなんで。左のやつはまたスパナ持ってきた。インドのローカル店の香り。いや違う、そんなわけない。いいね、シーフードカレー。あ、なるほどね、何か油がいるってこと。アンパン、食パン、カレーパンということで、1127番さんいらっしゃいませ。どうしようこれ。これスパナとかいろいろ持ってきたけど、無理だったよ。キーマカレー、バターチキンカレー、スパイクリムーバー、それさっきのやつ、真面目にこのね、カレーのね、コメントが流れる中、真面目にね、攻略をして、ね、してくれてはってるリスナーさんもいらっしゃいましたよ。もう、よし、わかった。じゃあ、まずじゃあ、ボタン押してみようか。どんなゲーム？ジャムバターチーズランランラン。ね、ヨッシーさんいらっしゃいませ。まあ、基本的にはね、アドベンチャー形式のゲームなんですけど、まあ、じゃあ、これをまず押してみよう。マトンカレー。そういうのもあるっすね。美味しそうですね。羊のカレーか。マトンって子牛か。押してみよう。あ、これなんか見た。9だ、これ9だ。監督カレー。やばいぞやばいぞ。まず左。マトンは羊。で、で右に行く。右。OK、着いた。ありがとうございます。カレーパンマンさん、ありがとうございます。すげえぞ。やったじゃねえか。全くです。ああ、うまくいったな。これでほっとしたよ。さあ、お楽しみはこれからだ。始まりますよ。よし、出発する準備だ。そうっすね、これバレちゃうよね。普通出発の準備はしてもいいんだけど、ちょっと待てよ。どうしよう、まず抜かないと。あれ、そうっすね。やばい、もうなんか出発する気満々みたいになってるよ。やばい、これ出発していいの。じゃあみんなを呼ばないと。ちょっと待って、戻れ。え、戻れない、どうしよう。誰も乗ってないのに。え、ちょっと待て、出発しちゃう。これ誰も乗ってない。マジか、誰も乗ってないよこれ。え、うっそ、やるしかない。これがスロットルだな。いきます。え、あ、オッケーオッケーオッケー。なんだ？オッケー、そういえば連結したままだったなと。よかったよかった。すまねえが連結を見に行って解除してきてくれ。そうですね、今日は電車みたいですよ。なんかね、アイテムが落ちてないんですかね。いや、違います。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。街の地図か、列車の説明書はなさそうだ。あ、そういうことか。さて、じゃあちょっと最後にね、あの連結器を外しに行きましょう。多分この状態だったら連結器が外れるんじゃないかな。あ、そうか、そうしよう。え、そう？いや、いいですね。電車でゴーみたいな感じで、リアルな感じでね、できたら面白いですけどね。どうなんでしょうかね。まあ、私はなかなか。いや、ダメ。そんなことしない。まずクレメンタインね。いや、大丈夫かい。
ああ、さっきと同じ反応だ。ダック、具合が悪そう。そうだな。子供からだろ。何も話してくれないね。じゃあベン連れてきてね、外すの手伝ってほしいんだよな。僕は小漏れで、そっちは機関車いじりなんてさ、ひどくない？わあ、なんか不平言い出した、不平を言い出しましたよ。こちらの列車は各駅停車いたしません。ゾンビあんまり出てこないな。リスナーいじりの監督、戻ろう。ここなの？え、誰が？こいつにしてよ。あ、このベンね。ベンはちょっとおこみたいね。いじけてましたよ。ちょっと待ってよ。他に何か物ないかな。連結器を外す道具みたいなないんだよな、他に。じゃあこの追いきていかないけど、やっぱしこの何ですかね、この電車が動いたことによって何か後ろのその連結のところが変化が起きてることを信じて置いていけませんよ。ベンいいやつじゃん。なんか学生上がりみたいな感じでね。もう一回やってみる？頼む。あ、変わった。動きが変わった。Hey, Kenny, we're loose. 切り離したぞーっつって。いやでもなんかまだ学生上がりっていうか、まあ学生なんですけどね、実際ね。ありがとうございます。やっと動きました。セーブしております。正解だったみたいね。俺のモードに触れたか。誰？路線図を借りた。この列車の路線図を借りた。そうか、あれならいいだろう。本当か？ああ、全部ここに入ってるからな。誰こいつ？まあいい、騒ぐほどのことじゃない。チャックだ。チャールズでも構わん。リーダー。外にいるのは仲間か？ああ、運転室にいるのは？彼も仲間だ。お前たちが来るのが見えたんで脅かそうと思ったんだが、だが途中でやる気が失せた。なんか気のいいおっさんみたいですね。十分に驚いたさ。外にいる連中とはもう会ってきたよ。少し話をしただけだが、すぐに打ち解けることができたと思うね。チャックウィルソン来たの？仲間が減ったら新キャラが出てきて増える法則。いやそうですね、確かに。なんかギターを持ってて、ね、ああまあね、常識のある人でよかったわ。飴をくれたの、ベンにも。ベン食ってる。だいぶなんかあれだね、居心地がなんかね、立場がないですよね。和骨ってことでヤギさんいらっしゃいませ。歓迎するわ。もう歓迎するよ。どうも。ケニーには会ったのか。ああ、なんとも気の合いそうな男だったよ。確かにな。調子が悪そうですね。その子のことは心中察するに余るよ。親切にどうも。ああ、母親の愛情を薬にすぐに元気になるだろうさ。何でも言ってくれ。大したことはできないがな。噛まれちゃったんです。ダックスちゃん、ね、なあ、そんな話よりもどうかこれからも一緒にいてくださると嬉しいわね。あ、カーリーのやつもね、気になりますよね。ここの人たちそのうち殴り合うんじゃない？わからない。でも関係はね、一旦は一旦はなんか落ち着きましたけどね。プレステのやつですよ。僕はこもる、そっちは機関車いじりなんてひどくない？そうですね、こちら今プレステ3でプレイの方してます。日本語版の方ね、やってますよ。バーチャルボーイじゃん。 赤の画面になっちゃうな。クレメンタイ、もらった飴はどうだった？美味しかったわ。変な味とかは？別に。ピューターだったら画面映せない。列車はどうだい？ちょっと怖いかも。ディビンとか言わない、誰も知らない。相当な人が来てるな今日は。ディビン知ってる人いるんですか本当に？うち何なんだ。出身はどこだ？家はこの近くなのか？ジョージアさ。家は見ただろ。今日のリスナーの平均年齢は82歳やね。なぜ一人で？
ダメか、悪くないぜ。ああ、放浪人なんだ。そうか。すまん、だがあんたらとなら別だ。落ち着く。こっちはいろいろあってね。子供が二人か、こっちはなかなかの玉だ。ね、わからない。この人の過去は気になるね。いきなり結構若かったりしたら面白いけどね。白髪になったのはある出来事がきっかけですとかね、そんなんだったらいいんですけどね。また後で。ああ、つって。さて、まあいろいろお話の方してみましたよ。まあ最後にもう一回母ちゃんと話してみましょうかね。何話のチャック・ウィルソンと呼ばれるまでの伝説、サルミアッキ、この持ち主も置いていこう。え？何よ？この持ち主で私のこと？やめてよ。さて、ケニーに話しかけてみました。どうだ？行けそうか？問題ない。よし。じゃあ出発しましょう。もう時間がないぞ。荷物をまとめるんだ。行くぞ。さて、どうやらあのおじさんもね、チャックですが、この家を持ってくんだろ？乗るんだな。あの化け物どもから身を守るには、この科目者が一番いいんだよ。海をね目指すらしいですよ。ダックが乗るんだ、クレメンタイン。悪化してるの、見せてみろ。海か。ああ、どうする？現実を見るんだ。ダックはもう限界だぞ。あとは時間の問題だろう。そんなことあるか。だとしてもここにてどうする？町に行けば打つ手もあるはずだ。決めたんだ。リーはちゃんと話し合おうって。話ならしたさ。さあ乗れ。俺は運転室にいる。とにかく町に着くまでは邪魔しないでくれよ。どうしたらいいんでしょうね。ケニーは心を閉ざしてしまったようです。妻のね、母ちゃんにすら、ね、心を閉ざしてしまったみたいですね。私は何て言えばいいんでしょうか。ケニーにね、何て言えばいいんでしょう。出発しましょうか。仕方ありません。ケニーはね、ちょっと物思いにふけってるみたいなんで、私がスロットルをね、引こうと思います。では、出発進行です。散らばってしまったね。こちらのグループの方々も一つの列車に乗って出発していきます。向かう先は海らしいですけどね。無事たどり着くことはできるんでしょうか。クレメンタイン、カーチャ、ダック、ケニー、またね、人が死んでしまうこともあるのかもしれませんね。さて、ああ、出た出た出た。なんでお前いるんだよ。そして俺とかで勝手に乗り込むんじゃない。あれリスナーなの？なかなかカメラ位置を。あ、いいね。大変だな。大人3人で子供3人の面倒か。おっと、すまんな。子供にいられてる。前はもっと仲間がいたんだ。やつらにやられたよ。のか？ああ。そうか。リー、お願いよ。今すぐケニーのところに行って呼んできてちょうだい。どうした？顔を拭いてやって。手が塞がってるの。どうするどうする。どこに何か物がある。あ、これだ。布切れで拭いてあげよう。ありがとう。血を拭ってあげる？あげてくれる？拭いてあげよう、ダック。大丈夫かな？限界みたい。列車を止めてちょうだい。わかった。お願いね。クレメンタインに話しとこう、一応ね。ケニーを呼んでくれ。急停車するかもしれないから気をつけるんだぞ。もう感染してるで。よし、ハイタッチだ。すぐに列車を止めないとな。ダック、今から列車を止めてくるからここにいろ。 OK。
噛まれちゃったんです、ゾンビに。逃げ、モーテルからね、逃げようとした時に噛まれちゃったんです。ベンに噛まれたんだったら大したことないよ、じゃなくてゾンビに噛まれちゃいました。私に噛まれたってゾンビにならない。さて、ケニーね、ケニーの元に行かないといけませんね。そうっすね、行きましょう。ケニーにはね、酷なことを言うことになりますけどね、仕方ない。このメンツじゃ私がそれを言う役目だ。列車を止めるんだ、列車を止めるんだ、列車を止めるんだ。ケニー、ケニー、なんだ、ケニー、だからなんだってんだ。ダックの血だ、出てけよ、もう助からないんだ。適当なこと言うな、あいつは治るんだ。目を覚ませ、無理なんだ、ダックはもう。目を覚ませだと、あいつは俺の本当の息子なんだぞ。お前のくだらない家族ごっこなんかどうは違うんだ。ダダッコじゃあるまいし、現実に向き合え、目をそらすんじゃねえ。なんだ、やる気か。いいだろう、現実から目を背けるな、カツを入れてやる、粛清だ。やばいやばいやばい、おーっつ、俺のことはほっときやがれ。おお、この野郎、ダックに構うんじゃねえ。おお、おお、子供のいないやつなんかに俺の気持ちがわかるか。畜生、お前なんかが何の役に立ってる、クレメンタインにも俺たちにもな。こんちくしょう、分かったか、俺はどうすりゃいいんだ。列車を止めろ。分かった、でも分かってくれましたよ、私がサンドバッグになったおかげで分かってくれましたよ。そうそうそう、ガス抜きになっちゃった、はけ口になっちゃった。そうですよ、蹴りをつけました。そうですよ、無抵抗です。そうですそうです、私もね、もしこういう状況になったら殴られますよ、仕方ありません。ダックはもう肌の色が変わっちゃってます。ケニーもう限界みたいだわ。プレステ3ですよ。ってことで1334番さんいらっしゃいませ。噛まれたんだ、わかるだろ。何が必要だ。さよなら母ちゃん。そうだな、母ちゃん、母ちゃん、初美さん、数学担当、もうじきね、こんなことひどす。母ちゃん、どうするんだよ。あいつらの仲間にはできないわ。だがもしならなかったら、ケニー、愛してるわ。でもこの子は命より大事なの。だから聞いて、この子は大丈夫かもなんて言うのは逃げてるだけよ。だがダメよ。だが、なあ母ちゃん、もう手遅れだって分かってるでしょ。薬とか他に何か手はないのか。安らかに眠らせることもできないのか。俺たちの息子なんだぜ。分かってるわ。だからここそれしかないの。くそ、じゃあ誰がやるんだ、俺か。いいえ、無理よ。I can do this. くそ。
俺がやれる。ケニー、これは父親の役目だ。やらなきゃならん。そして私が母親。リーの言う通り、俺の役目だ。それでも子供なの。もっと大きい子だったら違ってたかもしれない。私がやるわ。じゃあ一緒に行こう。あなたは残って。この子はあなたが大好きだったわ。この子のためにも元気だった姿を覚えていてほしいの。こんな姿じゃなくてね。どうやら母ちゃんがとどめを刺すというか、ね、楽にさせてあげるって。悲しいね。悲しいです。俺は、ね、彼お願いね。母ちゃんが初めてケニーに逆らったね。そうですね。ここに残るのはこれが、ダックはね、ゾンビになっちゃうんですね。どうなるの。クレメンタインもね、不思議がってます。皆さんと同じようにね、最後の面倒を見るんだよ。助からないと思ってたわ。あの子を楽にしてあるんだ。そう、そうだ。いいかい、これから。ちくしょう、言うてますよ。人は死ぬ。もう死なないわ。ウォーカーになるもの、みんな安らかに死ねないんだね。ダックは母ちゃんが見送るさ。うん、ちょっと見てくる。困ってるかもしれない。ベン、クレメンタインを列車に乗せておくんだ。警戒を怠るなよ。さて、母ちゃんと、え、まさか、嘘、まさか、え、母ちゃんも一緒にとかないよね。ないよね、それ。和子、ということで、1366番さんいらっしゃいませ。うそ。いや、わからん。いや、わからん。なんかそんな可能性を感じた。ケニーは、うわっ、マジか。あー、そんなバナナ、監督やめて。母ちゃん、母ちゃん、うわ、マジか。あー、バカ野郎。なんでだ、母ちゃん、こんな、ひどすぎるぜ。うわー、二人気にすべきじゃなかったよ。撃てなかったんだ、あいつには。ケニーかわいそう。わ、マジか。母ちゃん、いや、ケニーもかわいそうだけど、しかもまだダックが残ってますからね。救いはないみたいですね。ということで、リア充たくさんいらっしゃいませ。どうすんだよ。どうするんですかね。これケニーが蹴りをつけるというか。悲しい、監督の選択肢が。いや、泣いてますよ。どうすりゃ、どうすりゃいいんだ。あんたが終わらせる。あんたの息子だ。やめろ、医療のやつがいなくなった。監督がやっていれば。そうですね、私がやるべきだったんでしょうか。え、まさかこれ自分歌わないよね。やばい、自分歌わないかな。え、自分歌わないよね、これ、まさか。私やるべきだった？変わるよ、変わる、変わっちゃう。It'll be okay. It'll be okay. ケニー、こ、ないよな、こんなのないよな。そんなことないけど。
うわ、これはないわ。よかった。ということで、コナンさんいらっしゃいませ。そうですね。説明、重い、自分の手を汚さない監督、うん、母ちゃんスンスン、少なくとも家族だけは守ってきたのに、ね、ケニーはね、まあ確かに私たちに、して、私たちからしてみればね、ちょっとなんか、考えがね、ちょっとそぐわない部分もありましたけど、家族を守るためにね、必死に行動してたんであってね。いやー、ケニーはその守るべき家族を全て失ってしまったわけですよね。いや、かわいそうですよ。自分の子供ですよね。そうですね。そうですね。ダックの最後のこと。何を？私もそのうちダックと同じ目に遭うって。あのクソったれ目が。汚い。すまない。だが、一言言ってやる。喧嘩しないで。そうですね。ケニーはそうでしょうね。このおっさんが、なんか、クレメンタインに悪いことを振り込んだみたいですね。いや、なんだね。なぜクレメンタインにあんなことを言ったんだ。なぜあの子に死ぬなんて言ったんだ。事実さ。あんたのことはよく知らんが、これだけは自信を持っている。今のままじゃあの子は助からん。クレメンタインにどうしろと。計画性がなさすぎだ。サバナについて、その後は船を見つける。そのためにどうする？どこに行けば見つかるか、それさえ分かってないんだろ。いいか、二人でよく考えろ。まずは地図だ。持っていればくれてやったんだが。そしてもしお前に何かあったら、万が一に備えさせるんだ。銃の扱いを教え、髪も切れ。子供だぞ。なら子供らしく死ぬだけだ。あの子は人形じゃない、人間だ。それじゃあお前は、女でも子供でもないが、強くも賢くもない、ただの人間だ。それと髪を切れ。あんなモップみたいな頭をしてたんじゃ簡単に捕まれちまう。俺の荷物にハサミが入ってる。捕まれたくない、捕まれないくらいに、短くしろ。その後は銃の訓練だ。気に入らなくても他に身を守る方法はないんだからな。あれこれ言う気はないが、もう大勢が死んだ。そうだな。あんな子が死ぬのはもう見たくない。分かった。計画を立て、髪を切り、そして銃を教えよう。それでいい。家族は？いるよ、どこかにな。最後に会ってから14年になる。うん、いいやつなんだと思うんですけどね。悪いこと聞いたな。構わんさ。行く当ては？あっちさ。どっち？サバナに着いた後の話だ。どうするかな。向こうに着いてから一緒に行くかどうか話そう。こいつはもしかしたら使えるかもしれませんね。今は宿なしか。いや、この世のありとあらゆる場所が俺の家さ。なんかかっこいいこと言ってますね。そうっすね、酒が飲みたいな。ああつって、ね、持ってるか。ノー。くそ。そう、さて、というわけでね、とりあえず、まあ皆さんちょっと負けちゃいましたけどね、まあ仕方ありませんよ。この人なかなかね、論破するのがうまいんじゃないですかね。突待ちしたら勝てるかもしれませんね、皆さんにね。さて、じゃあとりあえず、はい、ということで、1478番さんいらっしゃいませ。ということで、まこさんもいらっしゃいませ。はい。ん？そう？いや、でもなんか、まあ一応クリアしたんで次のゲームにね、行ってるだけですよ。というわけで、じゃあちょっと行ってみましょうかね。ケニーとも一応話しましょう。ちょっとメンタルがやばいことになってるかもしれませんね。いや、海はまだかな。目が真っ赤だ。
ということで、1483番さんいらっしゃいませ、ポケモンさんね、お疲れ様でした。まだ船を手に入れようとしてるのか。当たり前だケニー、他に道はね。どうすればいいんでしょうね、これね。正解がわからない。いや、殴り返せません。温度だ、時間だ。泣いたね。地図入れっての今なかった。てっぺんに丸残してそこ以外坊主。30分延長しました。あ、そうだ、地図入れあったね、そういえばね。ちょ、見てみよう、もう一回ね。なんかいる。カンチョス。いや、あれは男の子。地図入れ、ちょっとどいてくれないか。邪魔すんなよ。ちょっとそれを見たいんだが。いいからあっちに行ってろ。出てけ。なんだってんだ。ちょっとどいてくれないか。邪魔すんなよ。ということで、延長するのありがとうございます。なんかダメみたいですね。あの地図を手に入れたいんですけどね。限界になりそうになっちゃいました、ね。いや、ほんとそれですよね。あ、なんか頭を抱えてる。いや、仲間も随分減ったな。Aren't many of us left. うん、リー、僕、ケニー、クレメンタイン、あとはあの宿なしだ。全員宿なしさ。そういう意味じゃ、素性なんて今となっては無意味なことだ。ああ、そうだね。名前で言えよ。いや、これはあんまり踏み込まんどこ。多分ね、これね、本当にあれなんだと思うんですよ。あの、実はさっきの山賊っていうか盗賊に物資を渡したのは本当にこのベンだったんじゃないでしょうか。なんとなく私そんな気がしてきました。マジかよ。うん、だから悩んでんじゃないですか。なんかこんなにいっぱい人がいなくなってしまったのも、いや、こいつベン犯人説、私一押しです、今のところね。でもどうすんだこれから。教えてほしい。あれ、いや、教えなくていい。教えなくていいよ。いや、その犯人の中での候補として一押し。ここも調べられなくなっちゃったね。真実は一つ。これどうやっていくの。髪切りに行かなきゃ。もう犯人追及しないんじゃないの。監督犯人説。そうですね、犯人は追及し、いや、ダメダメダメ、教えちゃダメよ。あー、どうしよう、なんか物がない。ケニーともう一回話してみようか。なあ、犯人は安い。うん、リーが犯人でいいじゃん、わらわら。地図はないか。監督、ダサ、出頭だ。さあな、今のうちにクレムに見せてサバナの地理を把握させておきたいんだ。ご難心一。うん、それちょっとそれを見たいんだが。いいからあっちに行ってろ。ダメだこいつ、もうな、何話してもダメだこれ。どうしよう、もうこいつダメだな。またか、わらわら、ストーカー。もう戻るか。もうダメだこいつ。それじゃあまた後で。でもね、このかまってちゃんがすぎるわ。もう一回行く。うん、これで何か変わってるんですかね。子供は自分の手で売っちゃったんだしさ、すみません。そうですね、何を悩んでる。何でもしますから許してください。ケニーは息子を撃った。仕方なかったさ。切ないよ。落ちるなよ。もちろんだ。それだけ。わかんないな。どうしよう、あと何をすりゃいいんだろう。もうできること全部やった気がしたんだけどな。こっちからまた行ける道があるのかな。ないよな。どうすりゃいいんだ。じゃあ他のこと聞いてみようか。過去を語らなかった理由だが、お前さんの実家はメイコンのあの店。それで十分さ。きっと母ちゃんも、いや、なんでもない。そうか、
子供のところは行けないの？そうなの、今行けれなかったのよね。ちょっともう一回行ってみようか。こっちに左に行きたいんですよね、私。ここ行ける？え、バグ？行ける。ドアを。行けないよ。どうやって行くの？ドア。だってあれが出ないよ。あのカーソルが。カーソルが出ないの。わらわら。カーソルが出ない。嘘。マジで。今度は本当にバグかよ。カーソルがね。まあでもまず一歩。ちょっとバグった。ちょっと待って、左下にまずカーソル、いや、そのカーソルがまず出ないのよ。左下にまずカーソル持ってきて。え。うわ、マジか。え、バグ発生かもしれん、これ。大発生。ここに来てバグ発生。ロードする ?OK。ロードしよう、じゃあ。じゃあもう一回外出て。ロードし直した方がいいかも。出た、バグ。オッケー、了解。いや、本当にバグだ、これ。じゃあ、ロードしよう。じゃあ、一回戻ろう。スタートボタン押して。メイン。あ、これでゲームを再開で戻るんじゃない？出ないよ。ダメだ。ロードしてからチャスクを。じゃあ、メインメニュー。戻ろう。前回のオードセブン以降のゲーム進行状況は全て失われます。いいです。しょうがない。ね。母ちゃん救えんのかな。バグったままセーブしよう。ダメ。じゃあ行きましょう、続きからね。処理が重くて出るべき時にカーソルが出ないみたいね。わら、またやり直し。そうみたいね。でもちょっと前からだと思う。あ、こっからだ。今ここで行ってみよう。何だって？死ぬと言ったそうだな。あんな小さい子を怖がらせたいのか、クソ野郎が。あの子は死ぬ、間違いなく。エピソード5までありますよ。これでいいか。今ここで。怖い。あんたのことはよく知らんが、これだけは自信を持っている。今のままじゃあの子は助からん。どうしろと。黙って聞くなら教えてやれ。計画性がなさすぎだ。次はこいつを歌う。We do what's best for Clementine. Oh well then, you do have it all figured out. Never mind. Look, sit down. いいか、二人でよく考えろ。まずは地図だ。持っていればくれてやったんだよな。そしてもしお前に何かあったら、それはない。万が一に備えさせるんだ。銃の扱いを教え、髪も切れ。まあこれさっきも読んだんでちょっと飛ばしますね。読みません、私はね。I'm not a barber. It ain't gotta be style. Jesus. You gotta run around with a mop that's gonna act like Velcro to any hand swinging its way. Find some scissors in my bag. 私の荷物にハサミが入ってるっていうね、書いてる。ちょっと違う選択肢を選んでました。そうですね、地図と散髪ですね。そうですね。でもゾンビ出てこないから。ね、どうなるんでしょうね。髪型はどんな髪型なんでしょうね。あ、ゾンビ飛んでくるんですかね。まあもうこれでお話はいいです。落ちるなよってね、最終的には言っちゃうっていうね、本当の本心言っちゃうっていうね。さすがね、私の分身だけありますね。いやダメ、モヒカンにするの。これでさっきのところまで来たんでね、あとはこれが出るんでね。よしよし、いけるいける、よかったよかった。選べたらいいですね。あ、お酒がある、お酒があるよ。でもこれは触らない方が良さそうだね。リュックを開けてみよう。汚れてはいるか。
そうですね。あ、ケニーにお酒を渡すのかな。そのありえるね、それね。なかなかいいね、あの想像力を働かした方いらっしゃいますね。じゃあちょっと話してみましょう、クレメンタイン。やあクレメン、チャックと話した？腹を割って話してくれた。確かに彼の言うことにも一理あるんだ。いいかい、君を危ない目に遭わせるつもりはないけれど、万一の備えだけはしておきたい。それはわかるけど、心配する必要はないさ。でも何をするの？サバナに着いた後の計画を練ろう。身を守る方法を教える。それからウォーカーに捕まらないように身なりを整えよう。賛成よ。よし。チャックをどう思う？わかんない。私もだ。だがいい人かもしれない。そうね。広いここで接しよう。彼もきっと辛い目にあったんだよ。そうですね。どうすりゃいいんですか？いや、ダメ。お酒あげないよ。未成年だしね。身を守る方法を教えよう。身を守る方法を学ぶんだ。隠れたり逃げたりでしょ。いや、これだ。怖がる必要はない。さあ持って。これアメリカの授業でこれ使われてるってすごいっすね。人差し指に注意して、撃つ時以外引き金に手をかけてはいけない。うん、分かった。怖くないだろ。重い。慣れるさ。まっすぐ構えて狙いをつけるんだ。標的と照準を重ねて。覚えることはこれだけ。息を止めてから撃て。構えたら次は息を整え、引き金を絞る瞬間に息を止めるようにするんだ。泳ぐときみたいに。いや、一瞬でいいんだ。それだけで命中率が段違いになる。簡単じゃないがね。やってみるわ。いきなり私が照準だとか言い出したら面白いですから。さすがにそれはなかったようです。どうやらあの瓶が照準みたいですよ。よし、肘を軽く曲げて。じゃあ一発目だ。引き金はためらわずに絞るようにすること。さあ落ち着いて、落ち着いて。いい言いました。何、ショッカーみたいな声してるな。手が痛い。もう嫌。なんか今、なんかどこに銃あるの今の。ちょっと今銃どこがあんの今の。ちょっとバグですかね、あれもね。じゃあ行きましょう、左を狙え。よし、もう少し左を狙って、狙え、あ、下、そうだ、安定させて。よし、そうですね、仕方ありません。うまいぞ、命中だ。すいませんでした。あ、何、もう一回あるの？もういいじゃん、一回成功したんだから。そんなこと言わないでよ。よし、で、またやって。わあ、ちょっと、左。ほんの気持ち左だ。上を狙え。いいですね。大したものだ。そうですね、すいませんでした。ダメです、それ一番怖いやつね。3回練習するのかな。あ、もう手に、あ、耳はやっぱし隠してあげるんだ。あ、すごい。やった。あ、上出来だ。息を止めたら銃が震えなかったわ。だろ？バッチリだ。でもウォーカーじゃないわ。だがコツはつかめたはずだ。本物を撃つこともいずれはある。でもそうならない方がいいですけどね。うん、いい感じだった。怖くないだろ？全然。いやー、怖いですね。さて、じゃああとは髪を切ってあげましょうかね。行きましょう。やですよ、やクレム。嫌だとは思うんだがな。また何かあったの？違う、君の髪の話なんだ。まずいんだよね。リーの意地悪。なんだって？臭いってことでしょ？まさか。だって臭いもん。捕まれたの覚えてるだろ、あの牧場でだ。うん、今度また捕まれて、もしそれがウォーカーだったら大変だ。だから切らないとな。少しだけ捕まれない程度には短くしないとな。うん、ちょっとだけ待ってみましょうか。
別に今すぐじゃなくてもいいさ。よかった。やっぱ切る？やっぱ切る？みんなどう思う？切った方がいい？ちょっと切ろうか切る前か今すごい悩んでます今監督。このクレメンタイも私好きなんですけど。どうする？行く？本当に？マジか。わかった。じゃあみんなが切る。いやちょっと待てよ。まあ今日多分ロムセンさんもいると思うんで、ちょっとこれだけアンケさせて。これだけはアンケさせて。あれアンケどこにあったっけ？アンケだった。オッケー。いやここ重要でしょ。クレメンタインの髪を切る。いやこれ重要でしょ。だって急に見た目変わるんすから。切る。切らない。おし。はい、皆さん選んでください。皆さん選んでください。なんで？OK。OK。いや、ちょっとすいません。いや、OK。いい？もうみんな選んだ？みんな選んだ？ OK。OK。OK。じゃあ行くよ。え？どうなった？クソ多い。圧倒的にみんな切りたいんだ。そう？そうか。80% 以上が切りたいんだ。了解、分かった。じゃあ切ろう。じゃあ切りましょう。いや、そうな。行くよ。いや、そんなの選べれるのかな。髪を切りましょう。早速だけどいいかい？分かったわ。そんなにしょげるな。悪いことじゃない。仕方ないね。私はあんまり聞きたくないんですけどね。可愛らしいから。これ髪を切ったことあるの？見よう見まねだ。男の子みたいになりそう。いいから黙って。リーの髪型になって面白いですね。言ってくれてよかった。そうだな。気にしないで。ウォーカーと同じでしょうということで。本当に短くなってる。まあこれもこれで可愛いかもね。あ、でもちょっと皆さんの言ったようにね、なんかそうだな。君に会う前に刑務所に送られるはずだったんだ。悪い人じゃないのに。そういうものさ。よし、これでいい。後ろをまとめれば完成だ。じゃあこれを使って。うん、リリーにもらったの。ちょっと合力カットになっちゃったかもしれない。よし、できた。合力カットになっちゃった。でもちょっと後ろを止めてるからあれだけど。変じゃない？まさか、かわいいよ。捕まれる心配もない。あ、そうなんだ。表情がまた可愛いね。すごい、すごい嫌な顔になってる。嫌だな、この髪型みたいな髪型になってる。ちょっとショック受けてますね。ちょっとなんか悪いことしちゃった気もしますけどね。しょぼーんとしましたね。ずっとここに住んでたんだねって言った。そうですね、ゴーリキさんに似てますね。ちょっとね、前から見た感じはね。ウイスキーだ。そうですよね。いや、まあ、そうなるってことですかね。いきなり怪力になるってことですかね。あ、結婚がある。なんだ。ずっとは乗っていたくないな。いや、いいんですよ。いや、多分あのウイスキーを渡すんだと思うんですよね。こいつはもう話さないでおこう。ねえ、君はもう一人がコミュニティを登録しました。はい、ということでコミュニティさんからありがとうございます。さて、じゃあケニーとね、話してみましょう。いや、自白剤じゃないよ。話そうよ。
そんなことないよ。話してみましょう。やあ、よう。海はまだかな。ごめん、これって最初仲間何人いたの？結構いました。あのね、もし気になってるこちらのねストーリー、気になる方はね、私あの YouTube の方にねタイムシフトの動画の方上げているんで、あのそちらの方チェックしてみてはいかがでしょうか。1位からありますよ、チャプターのね。これウイスキー渡せれないのかな。渡せると思ったんだけどな。もうちょっと話してみましょうか。なあ、うん、地図はないか。さあな、今のうちにクレームに見せてサバナの地理を把握させておきたいんだ。さっきやったやつですよね。でもダメだ、全然こいつ、あ、チャックに渡すのかな。当たり前だ。確かにね、さっきなんかあのチャック、お酒飲みたいって、こちらの作品、チャプター3の話ですかね。チャプター1、2に関してはもう上げてますよ、チェックしてみてください。うん、私のねコミュニティの詳細か、またはね、うちの放送の詳細に書いてあるんでね、チェックしてみたらいかがでしょうか。あ、本当だ、酒が飲みたいって言ったのは宿なしの方、まあ確かにね、最初言ってたのは確かにこっちだ。じゃあお酒渡してみましょう。荷物の中にこれがあったぞ。ああ、すっかり忘れてた、すまんな。どうだ、一緒にどうだって言ってますね。いや、いや、あーで行こう、あーで行こう、これはもうあーで行こう。おお、言うてますよ。高級品じゃないが悪くはないな。飲みたそうなやつがいたら呼んでくれ。いや、そんなこの気にする年じゃないでしょう。さて、じゃあ飲みたそうなやつもう一人いるんでね、あっち行きましょう。全員なんか酔いどりになったらやばいですけどね。チャックが酒を飲もうって言ってるぞ。そうですね、多分ケニーだと思いますね。酒があるのか。あ、いや、飲酒運転にならないようにねしないとね、本当はね、うん。さて、地図入れをもらいましょう。地図をね手に入れましょう。よし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 、あいつがいなくなったんだね。あ、すまんな。しかもすぐ帰ってきたよ。しかもすぐ帰ってきた。じゃあこいつも、こいつも酒で釣ろう、ね。Hey, ben. なあ、ベン。Hey. やあ。何これ、選べないじゃん。戻ろう。See you. 選べない。選べませんでした。もう行こう、こっちにね。It was me. Huh? 何？え？盗賊に物資を渡したのは僕なんだ。言いやがった。なんだって？マジか。ここで明らかになるのか。僕のせいだ。じゃあカーリーは死ぬ必要なかったってこと？ああ、なぜそんな真似をした？仲間を預かってると脅されてさ、嘘と気づいた時には手遅れで、今度は皆殺しにするって。ごめんよ。マジか。わ、なんか音楽流れ始めたし、口を聞いてくれるの？仕方がない、もちろん、もちろんだ。本当にごめん。謝るのは後でいい。ここで仲間も随分減った。ここで何をしてる？みんなと一緒にはいられないよ、息苦しくて。まあそうですよね、それだけか。ケニーに打ち明けようかな。ダメだよね、胸にしまっておくんだ。理由はわかるだろ。そうだね、ならいい、これでいいでしょね。ちょっと、こんなことになるとはね思いませんでしたね。一番なんかこうキャラ的にはあんまり大したキャラじゃなかったベンがね、実はっていうことですよね、裏ではね、そういうことしてたということで、ね、あー、なんか
もうもし私がリーだったらもうもうはっちゃけちゃいそうですね、はい、うん。サバナのことだ。なあに、着いたらどうするか決めておこう。けど状況はわからない。ひどいのか、それとも安全なのか。だけど私たちはチームだからね。作戦がないと。着いたらどうするのか、私たちだけでも決めておこうじゃないか。そうですね、残り4人ですよ。作戦ね、素敵。よし。船を見つけないと。海が一番安全なんだ。いいけど、でもパパたちも探したいの。いいかい？だって安全なんかよりパパやママたちの方が大切だもの。しょうがない、行くか。分かった、まずは2人を探そう。本当？もちろんだ、すまなかった。地図を見よう。2人がいた場所が分かればそこを目指すだけだ。病院って言ってましたよね。障害になるものさえなければ。ちょっと待ってね、船を探すことになるとここだろうな。サバナの町はこの南西に広がってる。これがサバナのほぼ全域だ。パパたちが泊まるホテルはいつも同じなの。名前は心配ないよ、なんとかなるさ。行ったことは一度だけあるの。それならホテルはたくさんあるが、地図を見れば思い出すんじゃないかな。デザートがすごく美味しいの。確か、なんとか。なんだろう、デザート、で始まるやつ。マーシュハウス。うん、それ。それじゃあ、ここへ行こう。うん、作戦は気に入ったかい？最高よ。パパたちと話してもいい？あれで？トランシーバー？あ、いいと思う。もう答え出たよ、みんな。どうだい、気分は。うん、前よりいいの。作戦も決まったし、今でも銃も使えるからな。そうね、あとどれくらいかな。クソ、捕まれ。なんか事件が起きたみたいですよ。皆さんちょっと待ってください。皆さん、で大喜利やってる場合じゃないよ。なんかにぶつかったか、なんか予期せぬ停滞。何マイクなんじゃろ。マーカダミアナッツ。マイクチェック。ケニーの顔が辺りを見渡してますね。マイクチェックワンツーじゃないですよ。あ、なにこれ、垂れ下がってる。危な、これにぶつかってたら。クソ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 、誰が。叫んでますケニーがね。歩いていく。バカかお前は。僕はただ、さてな、どれくらい頑丈かはわからないが、お手上げということはないだろう。列車も無事だしな。甘いぜチャールズ、あの中はガソリンか軽油だ。爆発するぞ。はじめましたということで、1799番さんいらっしゃいませ。そう興奮するな、落ち着くんだ。やかましいわ。おい、大声を出してると頭から丸かじりされるぞ。面倒ごと呼び寄せたいの、こんなところで止まって。誰かいた。サーナ、君たちは誰だ。高みの見物をしてるものよ。いつも楽しませてもらってます。はい、ということで1803番さんいらっしゃいませ。列車がどうかしたのかい。目の前のそいつのせいだ。ただの事故車だ。どうとでもなるさ。誰か見に来たら。連中が何かしたらすぐ加勢するぜ。はい、ということで1799番さん、1803番さん、いらっしゃいませ。ただいまね、ウォーキングデッドエピソード3の方ね、途中までやっております。一応今日のね放送は、こちらのチャプタークリアまではしたいなと思ってるんですけどね、延長もう少ししないと、いけないかもしれませんね。うん、まあ行きましょう。あ、でもちょうどここもキリがいいですけどね、ここでやめてもいいかななんて少し思ったんですけどね。皆さんはどうした方がいいと思いますかね。君たちが人殺しや盗賊じゃないことを祈っているからな。来て確かめることね。助けるっていつも愚痴だけじゃないか。笑、
そうですよね。仲間は多い方がいい。私は反対だわ。二人で大丈夫よ。ということで、ネロさんもいらっしゃいませ。いや、オミードだ。リーダー。クリスタよ。運転手は？私たちだ。マジかよ。手を貸してほしい。人手不足でね、助けが欲しいんだ。それって、おいおい、子供じゃないか。どうして来たんだ。子供なんて久しぶりだぜ。名前はクレメンタイン。気に入られたみたいだぞ。嬉しいね。いい兆候だよ。あなたの娘じゃないわね。父親は一目瞭然か。一緒じゃないんだ。何か事情が。こうなってからずっと一緒だ。あの日一人きりだったこの子に出会った。それ以来一緒だ。お仲間はどんな人たちなの。ケニーは妻子を亡くした。それはいつだい。今の時刻はさあ4時かな。なら2時間前だ。なんてこと。いろいろと大変だったらしいな。しかし列車とはね。タンクローリーが邪魔なのね。手伝ってあげるけど、気に入らないことがあったらすぐ、手を引かせてもらうわ。単純に壊すわけにもいかないと思うんだ。地面に下ろせればあとは難しくなさそうよ。そうだな。とりあえず降りて調べてみましょう。さて、新たな、ね、仲間が来ましたけどね。ちょっと今日ここで終わりにしようかなと思ったりもしたんですけど、どうでしょうか。本当チャプター3終わりまで行こうかなと思ったんですけど、皆さん監督さんの判断で案件いいと思うよ。終わっちゃうのか。疲れてるの。でもちょうどよくないですか。中途半端になっちゃうぞ。え、お疲れ。いやでもね、いいような気もするんですけどな。そうか、そうですね。確かに最初そう言いましたもんね。なんだと。いや違う、じゃあ休憩させて。休憩。はい、わかりました。じゃあ固定ハンバーグさんいらっしゃいませ。はい、じゃあ1039番さんいらっしゃいませ。じゃあわかりました。皆さんいいですか。10時半から続きやろう。今日は夜もやりましょう。じゃあちょっと、ただ騒げないからね。私はずっと喋り続けるけど、いい？10時半ね。了解？ OK？ はい、じゃあちょっと、いやちょっと不安だけど。じゃあ今日この画面にしときますからね、そのままね。よし、じゃあ残り2分ちょっとなんでね、まあ、お別れの挨拶の方をさせていただきましょう。画面はねこのままにしておきますんで、まあ、臨時に怒られちゃうかもしれないけどね。でもまあいいでしょう、やりましょう、そうですね、うわーって叫ばないようにしますね。はい、はい、というわけでゲーマーズジャングルドキドキワクワクランラン放送局、今日はですね、ザ・ウォーキングデッド、夕方からゲームしようぜ初見3日目の放送でした。前半戦ということね。マスクする？それもありかもしれないね。はい、というわけでね、残りね2分となりました。今日はね残り1時間半後にね、あと1時間半後に、またね、放送の方を始めようと思いますんで、よろしくお願いします。はい、皆さん今日はねありがとうございました。またねこちらのコミュニティで、こちらの作品、またね、他のタイトルもやろうと思ってますんで、今日続きは見れない方はねまた他の作品のタイトルで、会えることを楽しみにしております。今日ね夜10時半からまだ見れるぞっていう方はね、またそちらの枠で会いましょう。タイムシフトの方はねそのまま YouTube の方に上げるんで、大丈夫でございます。では皆さんとりあえずここでひとまずお疲れ様でした。遅刻してませんよ。わかりました。皆さんのねお越し待ってますからね。はい、はい、ありがとうございます。ではお疲れ様でした。また会いましょう。
コミュニティを登録しました。おつおつお X